アケコンって R と L ボタンの配置が逆にあるせいで、メニューで操作するときに反対になってしまって微妙にストレスがたまるのですが、なぜあの配置なのか納得できる理由を力説してみてください。明らかに俺の範疇ではないですけど、明らかに俺の範疇ではないですけど、じゃあ力説するか。カプコンが悪い。あのさ、ストリートファイターのさ、あの弱パン中パン強パンジャッキック中キック強キックの6ボタンゲーだとして、大パンが R1 なんですよね。で、大径が R2 でしょ。だから話はもうこれで終わりっすね。そのバンって繋いだ時に、なんかこうそんなに変な配置にならないようにするには、あそこにならざるを得ないのかったのかなって俺は思ったりしてます。そのなんだろうな、基本的にはね、アケコンによるんですよ。アケコンによっては違うこともあるし、まあ普通にあのユーザー側で刺すところを取っかえれば逆になりますよ。アケコン開けて後ろのねケーブルみたいな引っこ抜いて、ファストン端子引っこ抜いて逆にすれば別にいいんで、L と R 逆にしたかったら逆にしてください。それで大丈夫なんだけど、デフォルト配置がなってるのは、まあ多分6ボタン掛けをやりやすくするための配慮なのかなって俺は思ってますね。はい、っていう感じで、何か参考になっていたら幸いです。お便りいただきありがとうございました。